こんにちは、テントの青木です。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日は出来たてほやほやの新製品を紹介したいと思います。それがこちら、チョップレートボール。そもそもチョップレートっていう商品があるんですけど、こちらですね。こんな感じの丸いお皿ですね。平らな丸いお皿、ちょっと独特の模様がついていて、叩くとカンカンって音がするぐらい丈夫なお皿なんですけど、結構軽いですね。 SPS というガラス繊維を配合した樹脂でできているお皿でして、一言で言うとまな板になるお皿なんですね。で、例えばですね、ちょっとフルーツを切りたいよっていう時とか、子供のために切り分けたいよとか、あとはまあ薬味を切ったりとか、ちょっとだけ切りたい、包丁で切りたいみたいな時あるじゃないですか。そういう時のためにこの上で直接切ってしまって、そのまま食卓に持っていてお皿として使えるよっていうものになってます。それだけじゃなくて、電子レンジとか食洗機にもガンガン使えるんですね。で、落としても割れないぐらい丈夫っていうところで、僕も子供たちもつい毎日使っちゃうお皿ということで、もうレギュラーメンバーとしてフル出場してるみたいな使いやすいお皿になってます。で、このショップレートですね、発売から今3年ぐらい経ったのかな、ものすごく好評でして、直径 174mm のものが最初だったんですけど、そこにこのグレーというストーングレーという色が加わって、でさらにこちらですね、 220mm というお皿、そして 260mm というお皿ですね。3サイズ揃って、で2つのカラーでね、はい、っていうものになってます。そのチョップレートのためにナイフっていうものも作ったんですね。こんなものもあります。で、チョップレートがこうやってシリーズになっていって、チョップレートってそんなに宣伝とかいっぱいしてるものではないんですけど、口コミだけで16万枚突破したというところで、かなり評判の商品になってますね。そのチョップレートから新しく出たのがこちらのチョップレートボールなんですね。色としてはですね、チョップレートと同じようにグレーとブラックと2色ありますね。で、こんな感じでちょっと深い器になってるんですね。で、素材としてはチョコレートと同じなので、まあ、カンカンと音がする丈夫な素材になっていて、落としても割れなくて、まあ、質感もですね、この独特の模様もチョコレートと同じ食材に似合う感じのいい感じの質感になってますね。深いボールの形をしてるんで、卵混ぜたりとかドレッシング混ぜたりとか、そういうちょっと調理で使う時に結構使いやすい頑丈なものになってます。そのまま食卓で料理を入れて器として使うこともできるんですね。例えばですね、スープとかシチューなんかはもちろん、和食にもですね、洋食にも、そしてデザートにも似合うような料理を引き立てるような形っていうことでこちら考えました。で、表面が光沢のないマットな質感をしているので、お米がですねくっつきにくいんですよ。なので結構子供もこのチョップレートボールだと米がサラサラ取れるんで、かなり使いやすそうにご飯食べてます。で、これチョップレートボールですね、試作も含めるともう半年くらいは我が家にずっと登場してると思うんですけど、毎日本当にずっと食卓に何枚も登場してるっていうですね、非常にヘビーローテーションな使いやすい器になってます。ピタッとですね、こうスタッキングができるんですよ。で、これがすごく良くて、何枚あってもそんなに邪魔じゃないっていうのがですね、すごく普段使いやすいポイントだなと思ってます。常にお持ちのですね、このチョップレートをこう蓋にすることができるんですよ。で、チョップレートをかぶせて電子レンジに入れるとか、かぶせて冷蔵庫で保存するとか、そういうことをよくやってます。そうした方がまあラップが節約できるのでいいんじゃないかなと思って使ってますね。そんな我が家でもお気に入りのこのチョップレートボール、どういうふうに思いついたかっていうきっかけをお話ししたいと思います。チョップレートっていうのはどうやって生まれたかっていうと、このプラスチックの成形加工メーカーさんである川辺商会さんが、樹脂を使った何かを作りたいんだっていうことで依頼いただきまして、でそれで家電とかですね、家具とかいろんなアイデアを出していろいろやっていく中で絞り込まれたのが、このまな板になるお皿、チョップレートだったんですね。このチョップレートが、まあ、冒頭にもお話しした通りすごいヒットしまして、じゃあ次何作ろうということで、どんどんいろんなサイズを出していって、でナイフも作って、でいよいよもうチョップレートでやれること全部できちゃったかもねっていう状態になりました。改めて川辺商会さんから、じゃあチョップレートにもとらわれずにいろんなアイデアをですね、樹脂を使ってできることを出してもらえませんかっていうことで依頼いただきまして、で本当にね、調理器具に限らずですね、文具とか、まあいろんなものを出しましたね。実際関わってくださってるですね、工場の方とかも含めて、どんなものが欲しいですかみたいなアイデアを募ったりもしたんですよ。その中で川辺商会の設計の方がですね、これくらいの大きさの器があると、
でスープを飲んだりとかそういうのに使いやすいからそういう器は作れないかなということで提案いただきまして、確かに僕も器はいいなと思ってたんでぜひそれやりましょうよということでたくさんあるアイデアの中の一部としてその器のアイデアを出しました。とはいえチョップレートってまな板になるお皿っていうすごい特殊な機能を持っていてヒットしたっていう部分もあるのでただの器じゃなくてなんか面白い機能を持った器が作りたいよねっていうことでいろいろ何を機能を追加するかっていうことで模索が始まりましたね。ボールなんだけどまな板として使うことできないかなっていう話も出ましたね。でまあ素材的にできないことはないんですけどこんなにね深いお皿でわざわざまな板にする必要ないだろうっていうことでじゃあまな板じゃなくて他に何か機能がないかなっていろいろ考えまして、で例えば電子レンジ調理に特化したこう調理器具としてのこう器みたいのができないかっていうことを検討したりとか、あとは冷凍ご飯の保存容器としてベストなものが作れないかとか、ボールの上に専用の蓋があってでその蓋が実はまな板なんですみたいな、そういうまな板になる蓋がついた冷凍保存容器みたいですね、そういうものもアイデアとして出てたりしました。いろんなものを全て全部形を考えて 3D プリンターで試作して、でこれがいいかなあれがいいかなとか実際この食卓に置いてみて見てみて考えるっていうことを結構やりましたね。川辺商会さんとも意見交換をずっと続けていて、このチョップレートっていうのがこうスタッキングできるのがすごい好評だから、このスタンキングできるっていうことも活かしてほしいっていうことで、そこから模索がまた始まりました。機能がまあ乱立しちゃって、でこれぐちゃぐちゃになってきたというかすごい複雑な形になってきて大変なことになってきたんですよ。でそのあたりの時に 3D プリンターでの試作をこの食卓に持ってって、まあ、ご飯を食べながら試作を眺めるっていう日々をずっと繰り返していたんですね。そういう機能を持った形状ってすごくなんか邪魔くさかったんですよね。で僕が本当に欲しいのって面白機能がある器だったんだっけって思いました。それまではどういう機能どういう機能それをどういう形に落とし込むかっていうことですごく悩んでいたんですけど、こうまずは食卓での佇まいとか心地よさっていうのがあって、その中に収まる範疇での面白い機能っていうのをことに整理するべきなんじゃないかなっていうふうに思いました。そもそもですね、この SPS 材っていう材料自体が冷凍庫も OK 電子レンジも OK 食洗機も OK っていうもうすでに十分いい機能を持ってるので、ここに無理して新しい機能を追加して面白さとかインパクトを狙うっていうよりはこの素材を生かしたつい使っちゃいたいと思えるような器をただ目指そうと思いました。そこからじゃあ結局のところ、まあ、フォルムの話になってくるじゃないですか。で僕普段プロダクトデザイナーとして過去にもいろんな製品作ってきたんですけど、美しいフォルムをただ作るとかめちゃくちゃ苦手なんですよね。美しいっていうのは個々人の好き嫌いとかになっちゃう部分があるような気がして、今回のプロジェクトにおける形がなす役割っていうのはどういうものなのかなっていうのを改めて考えました。チョップレートがもともと持つ良さって何なのかっていうと、まあ無駄のなさだったり、あとこの厚みからくるですね塊っぽさだとか、あとは真っ平らなんだけど実は機能的な意味もあってちょっと縁がカーブしてるよっていうちょっとさりげなさですねっていうところがチョップレートのすごい良かったとこなんじゃないかなと。今回のチョップレートボールっていうのもこのチョップレートの考え方に、まあ、従ったですね形状にしたいなということで形を考えました。ここですね、直線と下の直線ですねを R、まあ、カーブでつないだ形になってるんですね。実はこのカーブの部分ですね、アプローチカーブっていうものを使ってるんですね。ここのアプローチカーブをどういうものにするかっていうところがかなりたくさん検証しましたね。すごい小さなところなんですけどね。あとはですね、この最後のこの直線部分ですね、ここ成形した後にどうしてもこうぐにゃって歪んじゃいがちなんですよ。なのでできたものが試作の時もムニュムニュってした器ができてたんですよ。斜面の直線ですね、ここはすごくチョップレートとして大事な部分なので、なんとかなりませんかっていうことでお願いして、で川辺商会さんの方でも成形後にじゃあどんなジグに当ててとかどんな温度でとかその辺の試験をいっぱい繰り返していただいて、この綺麗な直線っていうのが実現されてるんですね。僕個人的に物の形がどういうことでジャッジしてるかっていうと、それが十分に機能するかどうかっていうところと、その機能がパッと見て伝わるかっていうところをすごく重要視してるんですね。チョップレートボールについてはスタッキングできるよとか電子レンジに入れれるよとかそういったいろんな機能の他に、料理を引き立てるための名脇役であるっていうことを、まあ、最重要に置きまして、でそのために究極にシンプルな形を目指してるんですね。実際ですね、触っていただけるとシンプルな形なんですけど、どこかちょっと愛嬌があるような
なんかそんな佇まいが実現できたんじゃないかなと思っています。単なる美しい美しくないじゃなくて、それが機能するか、その機能がパッと伝わるかっていうことで考えてるんだよっていうところで、何か考え方の参考にしていただければ嬉しいです。このチョップレートですね、毎日ついつい使ってしまうレギュラーメンバーになるお皿っていうのができたと思っています。僕たちのお店テントの店舗ではですね、先行販売をしてます。先行販売の期間中はちょっとだけお得な価格で購入いただけるので、ぜひそちら見ていただけると嬉しいです。概要欄にそのテントの店舗のリンクも貼っておきますね。ちょっと最後にパッケージの方も紹介させてください。これ今回のチョップレートボールのパッケージですね。ここですね、窓が開いていて、ここから中の色が覗けるようになっているんですけど、ここはちょっとだけこだわったポイントで、これね、器の底面がこう出るように見えるようになっているんですね。そうすることでここの影が出てて、このちょうど切り替えたパッケージと一体になった時に、なんか実際にポテッとした器がここにいるように見えませんかね、はい、この辺りちょっと面白いものできたなと思ってます。食事にも調理にも気軽に使える丈夫な器、チョップレートボールっていうものができて、まあ僕は家で大変満足して使っているので、ぜひ皆さんの暮らしの中にもですね、これを取り入れていただけると嬉しいです。はい、というわけでこんな感じで、またデザインのこと、製品の開発秘話とか、いろんなものづくりのお話をしていきたいと思うので、もしよかったらチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは。